どうも、なおちんです。本日も妖怪ウォッチ1やっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日は、ようやく出た。超レアな妖怪が、やっと出てきてくれた。ちょっと初めてかもしれない。これは、ちょっと気合い入れて、仲間にしたいと思います。こいつ、土の子パンダ、です。一回のみの戦闘で、仲間にしなきゃいけないから、さっきセーブしました。セーブしたので、リセマラで、なんとか、仲間にしていきたいと思います。好物は事前に調べました。ハンバーガーだね。HP が結構低いので、ワンパンで倒せるので、最初にあげとかないとダメだよね。ダブルバーガーか。もうちょっと上があったっけ？もぐもぐバーガーかなんかなかったっけ？ワンではない？まあいいや。とりあえず、ダブルバーガーをあげて、行きましょう。一発で仲間になってくれれば嬉しいけどね。ワンパン。さあ、どうだ？経験値とかは普通だよね。ああ、普通だ。どうだ？おお、来た！一発で来た！やった！土の子パンダ！土の子パンダと友達になりますか？はい！いや、まさかだ。土の子パンダ！一発で来るとは思ってもなかった。よーし！来た！レベルは1だよね。さすらいのところだから。やったー。いやー、仲間になりやすいのかな。一発でいけた。ちょっと見てみましょう。土の子パンダレベル10か。あー、そうスキル呼び寄せ、さすらい玉出やすくなる。まあまあ全然いいんじゃないですか。で、 HP 回復だね。はいはいはい、やった、土の子パンダ。これは育ててみよう。はい。ということで、今日は、超レアな妖怪、土の子パンダ、ついに出現したので、戦ってみました。一発で、仲間にすることができましたね。これが、確かあれだよね。3DS 版では、街中のすれ違いで、ゲットできたけども、スイッチ版と携帯版は、1日1回、この、おじさんに話しかけて、さすらいそうに出てくるかもしれないっていう、やつです。はい。俺は運よく初めて、出現しましたけども、まあ、毎日ね、やってれば、そのうち出るんじゃないっすか。はい。まあ、よかった。今日はゲットしました。ということで、またやっていくので、チェックをよろしくお願いします。そして、チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。